100% 家にあるだろう食材を今回は使っていきたいと思います。こういう風な感じで油が出てる感じ、頭に入れて買い物に行ってもらうとちょっとそれも楽しいかもしれないですね。こんにちは、店長です。今回はご家庭に絶対にあるとある食材を使って、美味しくふっくら焼き上げるハンバーグの作り方についてお伝えしたいと思います。一般的に、ハンバーグを作るときに、まあ、いろんな食材使っていくと思うんですけど、今回はおそらく皆さん使ったことがないけどほぼ 100% 家にあるだろう食材を今回は使っていきたいと思います。何かわかりますか、みなちゃん。ハンバーグですよね。ハンバーグ、これは私わかります。わかる、さすがに料理が、はい、料理が苦手なみなちゃんでもわかる。はい、わかります。はい、どうぞ。豆腐です。豆腐、ファイナルアンサー。豆腐です。ブー不正解。今回は豆腐ではありません。豆腐もでもね、どっちかと豆腐も普通なのよ。あ、そうですよね。うん、まあ、豆腐ハンバーグがあるぐらいなんで、だからちょっとねもう少しひねりが欲しかったっていうところなんですけどただおそらくね、これ答えは今は出ないと思います。ただ絶対あります。ヒントは、まあ、今から作っていきますけど、想像しながら皆さんの動画を見てほしいんですけど、ヒントは朝食がヒントです。皆さんちょっとそれを想像しながら今回の動画を見てほしいなと思います。朝食やったらやっぱり豆腐でしょ。いや、まあ、確かに。いや、だから、いや豆腐じゃないのさっき言ったけど、これでじゃあやっぱり豆腐ですよ、単なる嘘なんで、それは豆腐じゃないです。すいません、はい、なんでちょっと今からね作っていきたいと思いますけど、まあ、このようにこのチャンネルではですね、ご家庭で作ってる料理が手軽に美味しくなるようなプロの技をお伝えしてますので、ぜひチャンネル登録といいねボタン、お願いしたいと思います。それでは早速今日のハンバーグ作っていきたいと思います。まず玉ねぎは使います。玉ねぎは使います、当たり前のように。で、玉ねぎを、まあ、炒めるんですけど、炒めるのにより早く玉ねぎの甘みを出すために、一度電子レンジで温めてもらいます。合いびきミンチ、スーパーで売ってある合いびきミンチを 300g 使います。で、この 300g に対して玉ねぎの数、玉ねぎの量は 30% がいいと言われてますので、ミンチ 300g に対してこの玉ねぎ 90g を使っていきます。これをまず、600ワット、で約4分加熱します。で、この加熱、電子レンジで加熱することで程よく水分が飛んで甘みが、まあ、増しやすいので、こういう方法を使います。で、ちなみにこれ今電子レンジ、昔懐かしい回るやつなんですよ。こう円が回るやつの電子レンジの時ってどこに置くのが最適か分かる？はい、これも分かります。分かる、真ん中です。真ん中、ブー不正解あのね端っこに置くの。端っこに置いて電子レンジの中をぐるぐるこう回る時に、それぞれのタイミングで電磁波がこう綺麗に飛んでいって、綺麗にこう火が入るようになるんで、丸い回るやつ、回る電子レンジは端っこに置いてください。回らないやつ、今ほとんど回らないと思いますけど、その時は真ん中に、ここに置いてねってポチッとあるんで、それは真ん中に置きます。まあ、これは4分電子レンジでとりあえず加熱していきます。で、その間にひき肉の混ぜるポイントについて解説していきたいと思うんですけど、ひき肉に、を混ぜる時に粘り気を出したいんですよ。で、そうすると肉の繊維がこう結合して水分を保持する、まあ保水性というかそういうのが上がるので、300g のミンチに対して約 1% 3g の塩を入れます。で、今日はちょっとアクセントに胡椒を、ブラックペッパーをお好みで少し入れてます。ただ塩の量は 300g のミンチのお肉に対して 1% の 3g を入れます。で、まばらにこう全体的に 3g の塩をしたら、このままこうこねていきます。こうで、こうこねる目安なんですけど、こう塩を入れて
ミンチをこう混ぜていくと、お肉のタンパク質に、まあ、いろんな成分があって、ミオシンとかアクチンとかいう成分があって、その2つの成分が塩を介して粘り気をこう出していくっていう、まあ、こういう状態が作られていくんですよ。こうやって混ぜていくと、このボウルの縁にですね、ちょっとずつこう脂肪分がついてくるんですよね。まだちょっとまだつかないと思いますけど、こうなんかこう猫の手みたいな感じでこうグッと押し付けていくと混ぜやすいと思います。こうひたすら、まあ、1分2分3分4分混ぜていくんですけど、こうしていくとそこにこうちょっと油がちょっとついてると思うんですよ。ここ、こんな感じで、こういうふうにボウルの側面に油がちょっとついていく。そうすると粘り気が出ましたよっていう合図になるので、それそのぐらいの目安にこう混ぜてもらいます。握りつぶすほどの力はいらないので、きれいにこう混ぜていってもらうと、こう脂肪がついてきますね。こうやって側面にこうやって油分がついてきてるので、この状態で、まあ、ちょっとこう色味がなんかまとまった、さっきの色よりもちょっと白っぽくなってると思うんですけど、はい、こういう状態にしてもらえたらいいかなと思います。熱いので気をつけてくださいね。一度電子レンジで玉ねぎを温めることで、すごく早めに玉ねぎが甘みを持つことになるので、この状態で、オリーブオイルをフライパンに大さじ1杯入れます。はい、で、まあ、玉ねぎを炒めていくんですけど、よく飴色になるまで炒めましょうって言われると思いますけど、飴色になるまで炒めると肉のうまみと玉ねぎのコクみたいなのがちょっとその喧嘩しちゃうので、ハンバーグ食べるときに何て言うんですかね、ちょっとこう食感が欲しいんですよ。お肉以外の食感が欲しいので、僕は比較的粗めのみじん切りで、そんなに飴色になるまでは炒めない。電子レンジでも火を入れてますから、形が少し残るぐらいの状態で使ってもらった方が、食べた時にこうちょっとこう程よくほぐれるっていうか、口の中で肉と肉がこう程よくほぐれて、すごく美味しい食感になるんで、玉ねぎは炒めすぎない、ちょっと色づくぐらいですね。これぐらいかな、これぐらいですね。もうこれぐらいでいい。もうちょっと、あ、本当綺麗ですね、うん、ちょっと色がついてるぐらい、ちょっと透明のあるぐらい、もう表面に色づいたかなぐらいで、これで食感もこうキープされたまんま美味しいのができるので、温かいまんまの玉ねぎだと、さっき混ぜたミンチの油分がこう溶け出しちゃうんで、それは良くないので、一度こういう、まあ、ボウルに炒めた玉ねぎを入れてもらって、でこれを冷やします。前の日に仕込めたら冷蔵庫に入れてもらったらいいんですけど、まあ今日作るよっていう時はこうやってボウルに入れてもらって、まあ同じようにボウルにこう氷引いてもらってて、ここにこの状態です。でよく冷えますんで、でもう一つ言うと、ちょっと回転するとよりよく冷えますんで、こういう状態にしとってもらったらいいかなと思います。で、そのミンチと合わせるもの、今回の動画の一番の、まあ、見どころというか抑えどころというか、使う食材なんですけど、みなちゃんは豆腐と自信ありありに言いましたけど、まあ不正解と。で、よく言われているパン粉も今回は違う。で、ヒントは朝食。もう一つヒントを言うと、
お味噌汁、豆腐じゃないってことで、やっとわかりました。やっとわかった。はい、何でしょうか。お麩ですね。正解。そう、お麩、お麩なんですよ。なるほど。そう、お麩ってお麩としてしか使ってない、みんな。そうですね。もうお麩はお麩のまま、うん、でお味噌汁に入れるぐらいとか、まあ、あのお吸い物に入れたりするかもしれませんけど、だいたい家の、まあ、冷蔵庫には入ってないと思うけど、どっか下の方とか引き出しとかどっか開けたら、なぜかこれ何年前っていうお麩が入ってる、まあ、すごいかわいそうな食材があるわけですよ。あります。そうそう、でそのお麩を使います。なんでお麩を使うことで、まあ、ふっくらとハンバーグが仕上がるかっていうと、実はお麩ってパン粉よりも、まあ、5倍とか10倍ぐらい水分をぐっとこう吸収する力が、パン粉よりも大きいんですよ。だから、ハンバーグにそもそもパン粉使う理由って、肉から出た肉汁をキャッチしてもらって、こうしっとりしたハンバーグに仕上げるよっていう意味で使ってるんですけど、だったら吸収率の高いお麩を使った方がもっとふっくら仕上がるっていうか、まあもっとふっくら仕上がるっていう考え方もあるし、パン粉ほどの量を使わなくていいので、どうせお麩が家で寂しく残ってるんだったら、まあ、使ってあげてよっていう感じです。 300g のひき肉に対してパン粉だとだいたい 10%、 そもそもお麩の場合はより乾燥してるから重さがそんなにないので、同じ 30g 使っちゃうとちょっと逆にボソボソしちゃうので、今回は 10g 使います。その代わり吸水性はもう何倍もあるので、この量で足りるかなと思います。でこれが先ほど言ったお麩です。お麩ってこう丸いよね、はい、でこれをちょっと僕は潰してます。このお麩 10g に対して、卵1つ、1個の卵と、牛乳が 45g で、肉と別にまずこのお麩、砕いたお麩ですね、この砕いたお麩とこの牛乳と卵をまず合わせます。別々でこう合わせるのもこれポイントなんで、一緒に混ぜないようにしてもらうとよりしっとりしたハンバーグに仕上がるので、この手順でやってみてください。まずこれ牛乳を入れて卵を入れます。でこのまま合わせていきます。で全体が馴染んだなというところで、ここにミンチ、でこう合わせていきます。まあ、お麩もこういろんな種類があって、ちょっと形がなんていうんですかね、あんまりみんなお麩ってお麩のまましか使わないから潰したことないと思うけど、お麩って潰すと結構硬かったり柔らかかったりするいろんなタイプのがあるので、あんまりこう硬いお麩の場合は事前に結構細かく潰してもらってた方が使いやすいと思います。こんな感じですね。こうするとこうちょっとねボールの縁にミンチがつく、この状態が結構いい状態なので、この状態で、でずっとこう今冷やしてるんですけど、冷やしてる玉ねぎも投入していきたいと思います。はい、まさかねお麩使うとは想像できないよね。はい、思ってなかったです。ちょっと目から鱗ってね、なかなかみんなお麩を使うことはないと思うんですけど、結構やっぱお麩はお味噌汁とかお吸い物に入れるとあんだけこうしとっとなるんで、それぐらい吸水性がいいので、まあぜひですね、お麩にも日の目を見せてあげるというか、出番を持たせていただけるといいかなと思います。まあこんな感じですね。でここから、成形をして焼いていきたいと思います。はい、じゃあここから実際成形して焼いていきたいと思うんですけど、まあ、今回は、全部の材料を3等分にして焼いていきたいと思います。皆さんハンバーグ作るとき絶対すると思いますけど、こう空気を抜いて成形していきますよね。こうして空気を抜くのは
まあ、空気が入ってるとなんでダメかっていうと、まあ、当然その割れるっていう意味もあるんですよ。あの割れちゃうと中から肉汁出ちゃうよとか、焼いてる最中にですね、そうそうそう、とかあの見た目が悪くなっちゃうよとかっていうのもあるんですけど、もう一つ大事な要素に、あのあんまり空気が入ってると中まで火が入らないんですよ。結局空気があの火を通さないので、結局な一番中が半生で終わっちゃうっていうことになっちゃうので、まあ、そうならないようにあのちゃんとしっかりこう空気を抜いてもらいたいなと、そういう意味で空気を抜きます。ちなみに成形のなんかこう形の こだわりとかあるんですか？なんか俵型とかこうなんか言ったりしませんか？うん、まあその俵型にしてまん丸にしちゃうと、あのなんていうんですかね、こうやっぱ火が入る時間がちょっと長くなっちゃうので、ちょっと俵型にして、あとはそのこうどうしても火が入るとこう膨らんでくるので、まあ真ん中をちょっとこうくぼませますよね。こう真ん中をこうくぼませて焼いていくとっていうふうになると思います。実際に焼くときに火を入れていく時なんですけど、こうまあ、結構ハンバーグ焼くとき強火でジューッと焼き始める人がいると思うんですけど、強火で焼き始めるとちょっとまあ焦っちゃうっていうのもあるし、焦げてしまって失敗する確率が高いので、あの弱火で全然いいと思います。なので弱火のまんま少しこう火にかけてもらって、こういう加工されたテフロン加工のフライパンだったらくっつかないので、まず弱火のまま油は引いてもらって、この状態で、ハンバーグ、さっき成形したハンバーグを入れていきます。あんまりこう音がしない。そうですね、うん、あのお肉の時と同様ちょっと優しい音ですね。あ、そうそう、別の動画で柔らかいお肉の焼き方もお伝えしてるんですけど、その場合も強火じゃなくって弱火で焼いてくださいというふうにお伝えはしてます。それはあのタンパク質っていう成分が火を入れると硬くなっちゃうので、それが硬くならないようにあの弱火で焼いてくださいっていう動画をお伝えしてますので、ぜひその動画もあの参考にしていただけたらいいかなと思います。弱火でこう焼くんですけど、 色がつくまで焼くんですけど、その場合一度やっぱり蓋を閉めて、下は、まあ、ある程度焼き目をつけるために焼いていって、かつ蓋をすることで全体の温度を上げて、上からもちょっとこう火を入れていく、その焼き方が一番あの効率がいいので、こういうふうに焼くときは必ず蓋をして、約、まあ、弱火でいいので弱火で約2分このまま、まあ、置いておくという状態でちょっと2分間キープするようにしてください。ちなみになんですけど、はい、お麩を入れることによって、うん、まあ、柔らかくなったりとか、うん、するとお伺いしたんですけど、うん、味って薄くなっちゃったりしないんですか？そもそもパン粉って味ないよね。パン粉だけ食べても。そうですね、うん、まあそのパンなんで、で例えば食パンとか菓子パンとかだとちゃんと味をつけてパンとして食べて美味しいものになってるけど、まあ、パン粉として売られてるものって味がついてない、要はその小麦粉が焼かれた状態なので味がついてないものなんで、そのお麩も、まあ、当然一緒で、お麩にしたからちょっとこう味が物足りなくなるとかそういうことはないので、ただ全然こうそこは心配ないですね。で今、約1分ほど経ったところなんですけど、今こんな状態ですね。こういう状態。あ、ちょっと跳ねるのでご注意ください。あ、でも、ね、油が、そうそう、こういう風な感じ、油が出てる感じで、これを、まあ、ひっくり返します。まあ、こんな感じですね、色味が。ひっくり返すとこういう感じ。まあ、なんかあのこの時点でちょっとわかると思うんですけど、なんかちょっとふっくら感が強い気がするんですよ。見えます。うん、でこの状態で、まあ、今は約1分半から2分火を入れましたけど、ハンバーグ全体に火を入れていきたいんですけど、ずっと、まあ、両面をこうひっくり返して焼き続けるだけでは、あの表面が焼けるだけで実際ちょっと表面がガリッと硬くなってしまったりしてしまうので、ここで水を入れてちょっと半分蒸し焼きみたいな感じにしていきます。で今
片面焼いて裏面もだいたいこれぐらい色がついてきてるんですよ。これぐらい色がついてきてるので、まあ、ここぐらい色がついてきたらここで大さじ、まあ、3杯ぐらいかなの水を入れます。結構入れちゃって大丈夫です。ちょっと結構入れちゃって大丈夫で、この状態で蓋をして約10分、このまま火を入れてもらうとふっくらしたハンバーグが焼き上がりますんで、ちょっとこのまま10分待ってみたいと思います。はい、じゃあ今8分、経ちました。でそうするとこんな感じですね、見た目がこんな状態です。美味しそ う, 美味しそうで、結構ふっくらしてると思うんですよ、はい、で、まあ、8分で、火は入ってると思うんですけど、お肉の状態によってはとか温度によってはちょっとまあ火が入ってない可能性もあるし、ちょっとそのこんだけふっくらしてる状態のままちょっと食べるのも食べにくいので、ここで約1分から2分ぐらい火を消した状態でちょっとまあ寝かせるみたいなイメージで待ってもらうと、ちょっとこの ふわっとこう上がってるのも少しこう落ち着いて味がちょっと落ち着いてくるので、まあ、1,2 分待ってもらって召し上がっていただくのがいいかなと思います。今1分経ったところなんですけど、まあ、こんな感じです。ちょっとあのプツプツってやってるのが落ち着いてる感じだと思うんですよ。結構いい感じでふっくらしてると思います、はい、じゃあこれを実際盛り付けて、実際に食べてみましょう。これをいいね、なんかザ・ハンバーグみたいな、うん、美味しそう。で、まあ皆さんよくかけるのはケチャップだと思うんで、今日もケチャップをちょっとかけたいと思います。これね、3つ出てくる便利なやつなんですよ。こう3つこうビューと出てくるんで綺麗にこうかけるんですよ。これもダイソー100均。お前100均ばっかりかみたいな。100均結構好きなんで。でも100円でそのちょっと見栄えが良くなるとか、うん、工程が楽になるとかってすごいいいですよね、うん、そう、わざわざ高い専用のなんか調理器具じゃなくても全然こんなので十分便利だし、今すっごいいっぱいグッズがあるんで、まあ、ちょっとそんなのを頭に入れて買い物に行ってもらうとちょっとそれも楽しいかもしれないですね。ということでどうでしょうか、このパン粉でもない豆腐でもないお麩を使ったハンバーグ、ぜひ皆さんもこの動画をご覧になって、試していただきたいと思います、それでは今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあいただきます。どうでしょうか、ちょっと割ってみようかな。こう肉汁がこうね、いい感じにこう肉汁が出てくる。こんな感じに仕上がるんですよ。じゃあいただきたいと思います。うん、本当すごい、まあ、ジューシーなのはお麩を使ってるんで十分ジューシーなんですけど、玉ねぎを炒めすぎないことで本当こう玉ねぎの食感も残りつつ、こうなんていうかな、こう肉がこうポロッとこう口の中で崩れる、なんかそんな感じのハンバーグになるんで、これは一つ美味しいハンバーグのご家庭の美味しいハンバーグの基準になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今回の動画真似して作ってみてください。いや本当に美味しい。